男は殺人鬼に狙われていた。なぜ狙われているかは思い当たらない。だが狙われているのは確かだった。なぜならナイフを持った覆面をした人間が自分に向かってきたからだ。殺意を持って向かってきていることはすぐに分かった。男は命からがら逃げて自宅に閉じこもった。すぐに家の中の窓に板を打ち付け、家に入ってこないようにする。なんとか全ての窓に板を打ち付け終わり安堵する男。しかし男はあることを思い出して青ざめた。なんと玄関のドアの鍵をかけ忘れていたのだ。慌てて玄関に向かう男。すると玄関のドアの鍵はかかっていた。男はもう一度安堵の息を吐いた。終わり。解説。もしかすると覆面の人間はすでに男の家の中に入っていて、鍵をかけたのかもしれない。窓はすべて板で塞いである。男には逃げ場がなくなってしまっていることになる。